伴富子さんの質問です。出身地を教えてください。熊本県です。熊本ね。では子供の頃はどんな女の子でしたか。野生児ですね。野生児。では子供の頃はどんな遊びをしていましたか。魚釣りとか。何釣ってました。いや川魚。ヤマメとか。レインボーとかそういう系ですね。レインボー。うーん。一番魚。あと木に登ったり。お、何に登りました。桜とか柿とか。あ、なるほど。では、小さい頃になりたかった職業は何ですか。職業、そうですね。ムツゴロウ王国で働きたかったですね。例えばどの部署で働きたいと思いますか。部署。食いつくね。部署。馬とか豚とかいろんな世話ありますか。何でも、動物は好きなので。はい、では、子供の頃に何か動物を飼っていましたか。いっぱい飼ってましたね。猫、蛇、あと犬。猫。犬。猫。猫、蛇、犬。猿。クジャク。あと鶏。牛。そんな飼ってたんですか。飼ってました。いや、すごいね。今までにあった人生最大のピンチは何でしたか。最大のピンチ。まあ、いつもそうですけど。今。今ピンチですか。今、はい、ほら頑張ります、はい、では、ああ幸せだなぁと思うのはどんな時ですか。結構常に思いますね。ま、なんかよく思います。例えばなんかドライブしてビルに太陽が当たって、はい、反射した光が自分に当たってる時とか。なんか上がる。あれ、わかんない。ラッキーって。ラッキー。こビルとビルの隙間から太陽が見えたら、あーなんか、とか。あと、すごい微妙なところがついたから、ね、あとなんか星とか見たりしたり、流れ星見たり、もちろん美味しいもの食べた時も幸せだなって。俺、あのウィンカー。健康のために気をつけていることはありますか。そうですね、よく笑い、よく泣くこと。ちなみに昨日は泣きましたか。あ、はい。では泣いた理由を教えてください。理由、今日のことが不安なのと、あとなんか秋ってなんか秋切ないなとか思って、切ないというかこう、まあ、とか思ったり。秋の夜長みたいな、寂しく感じるわけですね。俺は秋好きだけどな。ツシもそうやろ。うん、好きですね。ちょっと切ない感じがいいよね。暗いな俺らな。僕らはいいね、カビみたいなもんですよ。じゃあ俺、なんだろう。なんか短大感が。では、今まででこの仕事をしていて一番きつかったことは何ですか。トークです。はい。そんなに遊ぶの。ほんまに。なんでやな。頑張ります。はい、頑張ります。では男性を見るときに最初に目が行くところはどこですか。背中ですね。背中選んでもらおう。どの背中がいいですか。選びましょう。ただの背中じゃない、俺たちなんかシミとかあんだぜ。ね、姿勢のいい背中が好きなんですよ。俺姿勢いい。俺頑張ってる。姿勢悪いからな。えなりくんですかね。おお。俺頑張った。やっぱり若い男だよ。えなりさん、おめでとうございます。それでは、思わずドキッとしてしまう男性の仕草は何ですか。仕草。笑顔、笑顔は好きですね。一番苦手な感じやな。
お前ら笑顔分かってねえんじゃねえか。笑顔がよ。笑顔ですよ。俺ちょっとそんな顔で笑ってるの見たことねえよ。俺ね、笑うと顔が全部中心に寄るんですよ。じゃあ今何なんだよこれ。今ムカついてるんです。もうやんなっちゃった。ごめんね、お茶目な人たちばっかりで。すいません。それでは、最も腹の立つ男性の仕草は何ですか。爪を噛む。あかんよ。一応やった方がいいのかな。意味が分からんね。一抜けた。剛さん残念でした。残念でした。それでは恋愛をしている自分を一言で表現するとどんな感じですか。ズキャンバキャンですね。では、もし彼氏に結婚したら仕事はやめてくれと言われたらどうしますか。やめるかな。やめない。やめない。いやー、わかんない。わかんない。リアクションおもろいな。ということで、迷う余地があるってことですよね。でもね、案外、いやいや、絶対やめませんって言うかなと今僕は予想したんですけど、わかんないですね。やめないかもしれない。わかんないですね、こればっかりは。はい。では、今自分にとって足りないものを一つ挙げるとしたら何ですか。足りないもの、話術でしょ。何も考えんで大丈夫です。面白いですから。全然大丈夫。さっきから面白いですよ。では、話術に自信がないというバンさんですが、今日の意気込みを熊本弁でお願いします。意気込み、なん様がまだす。全然わかります。バンとみこさん、ありがとうございました。